ちょっと私があのこれは伝えたいなと思っていることがあるんですけどこのノブなんですけどこの3つこの3つがもともとの純正のやつですこの2つはですねちょっと壊れてしまったのでちょっと取り替えているんですがですねチューンさんで使われているノブっていうのは一般的に市販されている使われているノブじゃないんですよここのこのこれほら蓋なんですよこれ。 この蓋を外して中にあるこのまこの場合は今六角ナットなんですけどこいいいつを緩めななと外せないんですよね私生配信でそれを知らなくてこの蓋になってるってことを知らなくてですねの力任せにサッて抜いたらポットバリバリっては壊れてしまいまして今後もしこのポットを外そうという人がいたら覚えておいてほしいなと思います。チューンを 使ってる人っていうのは多分チューンのことが好きだからその辺のことも知ってらっしゃると思うんですけど私知りませんでしたからでその時はこのノブも自社製品だと思ってたんですけどチューンさんのじゃなくてですねライテルさんというまあ、プラスチック製品の産業用計測器まあ、音響機器向けのこのノブを使っているスイスのメーカーなんですよライテルさんあホームページにもノブについてライテルとは書いてある ところもあるんですけど書いてないところもあったりとかして私もこの青ちゃんしか調べてなかったので青ちゃんのところにはノブについて書いてなかったんですよ、まあ、そのせいで知らなかったんですよねもしなんかライテルとかそういうふうに書いてあったらそれでなんかなんだろうこれと思って調べた可能性もあるんですけどねでこれは年代によって様々なタイプがあって2020年現在はプラスネジで固定するやつチューンさんのホームページに売ってるあれですねが 主流なんですが私のモデルは、まあ、1990年代中頃のモデルなんですよでこの六角レンチがですねなかなか固定がこうなんだろう外すのが外せませんな感じでしてですねジューンさんに電話しても「ラジオペンチでこう掴んで外せませんか?」とかって言われたんですけどできなかったんですよ自分の手持ちの武器では何にもできなくて。 でホームセンターでもいろいろ武器探しに行ったんですけど結局全部ダメで100円ショップのピンセット切ってこういう感じにしてこれでここにこうやって入れて掴んで回すっていう技をやったんですよね。確かにこうデジマートとかヤフオクとかでもたまにこ,うここの蓋をなくしてしまってむき出しなやつっていうのが売ってるのは見かけたことあったんですけど。 不思議だったんですよどういうことなのかなと思ってたんですよね公式ホームページさんにも蓋だけの販売はしておりませんっていう風に書いてあるんですよまあそうですよねセットで売ってるんですもんねまあそんな感じでここのその蓋をあのノブあの外す人は気をつけてほしいなと思いますねまあこのライテルっていうメーカーも多分昔から中のことを知ってる人は知ってるんだと思うしオーディオ系に詳しい人とかっていうのはやっぱり知ってらっしゃるんでしょうけど やっぱこのチューン以外で使われていませんでしたからねちょっとあのそこはできれば親切に教えていただけたかったなホームページで親切にいた教えていただけたかったかなっていうのが本、まあ、なところではありますね。